ニクトサウルスの骨格化石標本ニクトサウルスは約8700万約8200万年前に生息していた翼竜の一族。得意で長大なトサカを持っていた。翼指竜は木中のニクトサウルス科に属すると、されるが、プテラノドン科に属するという説もある。俗名は古代ギリシア語、ニュークサイ、ヨルトシグマアルファロー、トカゲトによる合成語で、 夜の爬虫類といったがに中国語でも夜翼竜と呼ぶ。最初の化石発見は、米国、カンザス州のスモーキーヒル川下藩にあるニオブララ類層から、古生物学者、オスニエル・チャールズ・マーシュによって見出された2種の翼竜のうちの一つとしてであった。その後、化石のほとんどは北米から産出しているが、1953年には南米。 ブラジル東端部のパライバ州にある海瀬のグラマメ類層から本属の一種と思われる翼竜の上ワンコツが発見され、ニクトサウルスラメゴイと名付けられている。ニオブララ類層はサントン海であるとされているのに対し、グラマメ類層は白亜紀祭末期のマーストリヒト海に相当すると考えられており、 ニクトサウルスも白亜紀末の大絶滅の時代に生きていた最後の生き残りの一つであることになる。本属はマーシュに、ゆかりの古生物学者、サミュエル・ウェンデル・ウィリストンによって詳細な研究がなされている。人との大きさ比較と骨翼会長は約2.4から3.5メートル。禁煙種であり、同時期、同地域に生息していたプテラノドンの約7から9メートルに比しては、 半分以下であり、小型と言える。しかし、大型の海鳥であるアホウドリの約2.40メートルを上回る十分に大きな飛翔動物ではある。頭蓋骨の興奮部はプテラノドンに似て長く尖っており、歯がない。トサカについては従来プテラノドンのような大型のものはなかったとされてきたが、最近になってその見解は見直されている。 翼を構成する第四子の子骨の構成は特徴的で通常の抑留は翼子骨は4本の骨からなるのに対しニクトサウルスの翼子骨は3本しかないこのことも含めた体制上の特徴から独自のニクトサウルス化に分類されるが前述のようにプテラノドン化に含められる場合も多いなお翼子骨が3本という特徴は2003年に報告された 中国産ク手のカスマカヨクリューベイピアンオプテルスやアヌログナトゥスカの一種でもその可能性が示唆されているためニクトサウルス類独自の特徴とは言えない。また同じく2003年に中国で本属より古い時代から発見された新種のニクトサウルスカヨクリューカオヤンゴプテルスでは4本の翼子骨が存在することが報告されており本科を特徴づける形質ではない可能性もある。 さらに、これまで発見されたことがない翼の第1、第2、第3子は、ニクトサウルスでは元から存在していないという指摘が、クリストファー・ベネットによりなされている。通常は、ただ単に化石化の過程で保存されていなかっただけと考えられていたため、ウィリストンの図版などでも3子は存在するものとして描かれているが、ベネットの指摘の後はこの項目の図のように翼に、 指がない復元がなされている。長らく、ニクトサウルスについては、はっきりしたトサカはないものとして扱われてきた。しかし、2003年になって、クリストファー・ベネットにより、非常に長大なトサカを持ったニクトサウルスの化石が、ニオブララ層から発見されていたことが報告された。そのトサカはこれまで発見されていた、他の翼竜のトサカのいずれとも全く異な、ものであった。 外形と坂に幕が張っていなかった説に基づく、ニクトサウルスの復元図得意さを端的に示すのが、その長さである。ト坂の全長は、頭骨長の実に3倍にも及ぶものであった。さらに髪型に向かう長い枝と後方に向かう短い、枝とに分岐している枝図の様の形状であることを、とっても前例がない。主観は、 非常に緩やかな S 字型を描きながら、頭蓋骨底面に対して、およそ55度の角度で眼下情報から発している。頭頂部に生えている戸坂は、規定部分から少し上がったところで、緩い曲線を描いたまま引き続き上へと伸長する。主観と、それよりははるかに短く、後方へ向かう即死に分岐する。 南米で発見された翼竜タッペアラの一種のトサカには、頭骨全部から髪型へ向かう枝と後頭部から後方へ向かう枝との間に軟組織による膜が貼られていたことが印象化石から明らかとなっているが、ニクトサウルスの化石の場合、ホズエと後枝の間にそのような組織があったという証拠は残されていない。ベネット自身は、その間に軟組織が貼られていたと考える必要は、 ないとしているが、膜を張った復元もよく見られる。個体間の形態差報告された化石は、その特徴的なとさかにもかかわらず、その他の部分の対比から新しいタクソンとする必要は、なく、これまでに発見されていたニクトサウルスに属するもので、ある、とベネットは主張している。しかし、これまでに採取されてきたニクトサウルスの頭蓋骨、化石標本の数々を詳しく調べ直した結果、 頭頂部から生えていたトサカが失われたと解釈できるものも一部にはあったものの、欠落の様子が全くない、すなわち生存時からもともとトサカを持っていなかった個体が存在することも明らかとなった。そこでベネットは、ニクトサウルスは外形に二なりがある動物であったと考えている。トサカの有無という形態さが性的二なりであるという可能性は十分にあり得ることであり、 それを積極的に否定する材料はない。しかし、そのトサカを持っていなかった個体は弱年個体であったのに対し、トサカを持つ個体は完全な生態であったことから、ベネットはこれを成長に従って現れる個体成熟度を表すものと考えている。機能機能については様々な説が挙げられている。飛翔の際の空気力学的な機能を持っていたとする説。 魚を取るため水面をスキミングする際にした顎にかかる水の抵抗と釣り合わせるためのエアブレーキであったとする説など諸説あるがベネットは戦術の生態になって現れる機関であるという点からも主観、主内の他個体に対するディスプレイのための機関であったと考えているしかし他の翼竜の都坂と同じく現在に至るまで明確なことは分かっていない ト坂の不死で既に述べた通り、彼らは漁食性であったと考えられており、水面上を滑空しながら魚を救い取っていた様子が推定される。これは禁煙のプテラノドンをはじめ、多くの類縁種と同様である。太字は今日通用の学名、イコールとあるものが、太字で示した学名に係るシノニム、とあるものは統一的見解が得られていない種を示す。ありがとうございます。